どうも、トロンキロソブロですえー、速報とまではもういかないですけども、いや、早速ね、あの、佐藤さんがもうね、速報を上げてました。早いですね、あの人ね。やっぱね、僕が気づいた時は、あの、ちょっと今日はあのね、今、ちょっと、お芝居の、あの、舞台に、居酒屋演劇というものにね、出させていただく都合上、ちょっと今日稽古が日中あったので、ちょっと朝取れなかったんですけれども、早速佐藤さんが上げてましたが、えー、元 DNA ベイスターズ、 えー、ソト選手、えー、マリーンズ、獲得というニュースが出てきました。いや朝からね、結構、ビッグなニュースが入ってきて、ようやくこう、マリーンズのね、ストーブリーグ、えー、大物の獲得が、というか戦力補強ですね。ね、育成の二人と、あのー、現役ドラフトしか今んとこなかったので、なこの、ね、今年、今シーズン、打線が苦しんだ中、もう、 ワンピース、ツーピースぐらい戦力を、ね、アップしないときついんじゃないかなっていうふうに思ってた中で、えー、外獲得というわけですけれども、いや、これは非常に大きいビッグなニュースでございまして、まあ、あのー、僕的に、まあ、個人的な話を勝手にしますけど、まあ、この外獲得というのは、まあ、あくまで、えー、ポランコも残留ありきでの、えー、戦力アップと。 だからポランコの代わりではなく、ポランコと外の2プラトンで、え行、ー、かなければ、この補強のね、えー、効果が最大限発揮しないんじゃないかなってとこですけども、まあ、マリンズのね、お家芸で、ね、えー、他球団の戦力外、まあ、19役になった外国人選手を取ってくると、ね、少し前で言うと、ファイターズから19役になったブランドン・レアード、そしてね、去年はジャイアンズの戦力外になった、19、え、役、ー、になった、 ランコ、そして今年はベイスターズから、えー、外と、まあ、少し遡るとね、あのーまあ、あんまりこう結果は出なかったですけどスワローズを退団したホワイトセルとかタイガース退団したブラゼルとか、ね、ベイスターズ退、ね、団して1回アメリカ帰ったけどまた取り戻してきたあのベイスターズのカスティオとか、と、ま、か、あ、そういう選手の中のまあこう卓球団のサ、ね、トさんも言ってましたけどアウトレットですよね。 ええー、マリンズお得意のアウトレット方式で獲得してきたわけですけれども。まあこれでね、結構来シーズンの打線の厚みは増したんじゃないかなというところですけども。じゃあ、外をどの,どのように使うかっていうところですけど、まあこれもね、里崎チャンネルでは言ってましたけど、まあおそらく外はファーストだろうと、まあ。まあもうね、昔セカンドとかやってましたけど、まあ あの人もなんだかんだもう88世代で、まあ早生まれなんで89年ですけど、僕と同い年で来年35の、あ36の年になるので、まあそんなに若くはないと。で、まあもうね、あのー、成績もちょっと加工気味っていうのもあるんでそこは心配ですけど、まあとりあえず守備の負担は軽めにしといてあげようということで、まあファースト。まあ DH はね、ポランコはもう固定なので、なかなかポランコを外野に回す、守らせるってことは多分ないと思うんで、まあ、DH ポランコ。で、ファースト外。 でね、あのー、先日ももう、九田の方から発表ありましたけど、えっ、ー、と、藤岡をセカンドにコンバート。で、中村翔吾をサードにコンバート。で、ショートは、まあ、おそらく、今のメンバーで言うと、友杉とか、え茶、ー、谷とか、その辺で争っていくというところになってくると、まあ、いよいよ、安田のポジションがなくなってくるんじゃないかなと。まあ、ね、 正午はサードに行きますけど、まあ、今シーズンもね、ま、あ成績で言ったら、まあ、正直、あのー、満足いく数字、2割2分ですかで、確か規定打席たしたらパリーグ最下位ぐらいだったと思うんですけど、ってなると、まあ、正午サード安泰かってなると、まあ、それはそれでまだわからないと。で、ま、ネイチ応ーチームのね、あのー、まあ、顔っていうのもありますし、選手会長にもなったんだっけな、確か。ね。っていうのもあり、うん な精神的な支柱ではありますけれども、まあ、ね、とは言ってもやっぱりこう、野球、プロ野球は実力社会なので、まあ、おそらく僕の予想ではサードは翔吾と安田の勝負。で、ショートはすぎと、えー、チャタ谷。まあ、小川流星もちょっと打力がね、なかなかなんで厳しいかなってとこありますけど、 で、まあ、おそらくセカンド浮上化は、まあまあまあ、それなりに安泰で考えてるんじゃないかなっていうね、球団もね、というふうになってまして、で、外野ですよね。だから、結局そのや山口がファーストに入れなくなるわけですよ。で、まあ、安田と山口って比べた時に、まあ、安田はもう5年ぐらい我慢して、なかなか結果が思うように出ない。で山口はまだ、 今年、まあ、しっかり、まあ、ほぼほぼレギュラーで活躍して、まあ、2年ぐらい。って考えると、まあ、おそらく山口の方が優先度は高いのかな。かつ、外野も守れると。ということで、まあ、多分、外野に回るだろうと。ってなってくると、えまあ、残り2つ。まあ、小がね、まあ、1年間どれぐらいやれるかっていうのもありますけど、まあ、個人的にはオギは使ってほしい。で、まあ、ライトかな。で、センター。 まあ、岡広美筆頭に、えー、藤原、えま、ー、た高部がどのぐらい怪我が治るか。で、藤原だか、藤原か。阿波たこうで、個人的には石川信号をね、来年は右も左も関係なく使ってほしいなと思ってたんですけど、まあ、でも、石川信号はセンターは厳しいんで、まあ、レフトじゃろうと。まあ、山口多分ライトもできるんで、だから、 レフトとライトを山口と小木野と、えー、石川慎吾で回せればなぁと個人的には思ってまして、で、センターの勝負。ま、あ今んところ岡博美かなっていう感じですかね。うん。で、ちょっとこうお話ししたかったのが、そのね、先日中田翔がね、ま、あマリンズ獲得に動くんじゃないかと。在京球団でということで、えー、マリンズ最有力なんじゃないかっていう話も出てましたけど、結局動かず、 で、ドラゴンズに入団が決まりましたけど、まあ、おそらく、ね、球団フロントの中では、中田翔じゃなく、もうその時にすでにもちろん外の獲得に動いていて、今、まあ、中田翔と外を天秤にかけた時に、まあ、外の方がチームにマッチするんじゃないかという判断のもと、中田翔獲得には動かず、まあ、外に行ったんじゃないかな。で、まあ、ポランコは、 まあ、ポランコ外中田翔っていくとさすがに資金力が厳しいんで、まあ、ポランコ残留大前提の外っていうところで、まあ、考えたんじゃないかなっていうところですかね。うん、まあ、ね、あの、外も、なんだかんだまあちょっともうね、年はだいぶ食ってはいますけど、一応あの、入団したね、えっ、ー、と、2018、19は40本打ってて、ホームランを2年連続取ってて、 打率もね、1年目は3割打ってると。で、今年はちょっとね、来日して一番成績悪かったんですけど、まあまあまあ、2021年までは20本打ってる。2020年なんかはね、あのー、短縮で120試合でしたけど、25本打ってると。で、もう日本ですね、161本打ってると。というふうに考えると、まあ、マリンもね、あの、ラグーンができて狭くなってますので、右バッターはそんなに風の影響もそんなに受けない、まあ、左距りは受けないっていう話も聞いたことがあるので、 まあ、外ね、これを、まあ、5番、ポランコ4番、4番5番っていうふうに考えると、だいぶでかい。まあ、だから、外だけってなるときついですよね。ポランコがいて、外。ね、やっぱこう、後ろ打つバッターが良くないと歩かされちゃうんで、だからまあ、ポランコ4番、5番外にしとくと、ポランコにも勝負してもらいやすいし、で、6番あたりに、まあ、岡弘美とか、 えー、山口幸輝とか、そのあたりの、こう、怖い存在になってくれれば、えー、外、ポランコに勝負をしてもらえるんじゃないかな、というふうに感じております。はい。僕の勝手なね、ちょっとあの、来シーズンの現状のね、えオーダーを考えてみたんですけどこちらですね。はい。1番ライト、小木野隆史。2番セカンド、藤岡。3番レフト、山口幸輝。おは、石川慎吾。 えー、4番 DH ポランコ、5番ファースト外6番センター岡、7番サード中村翔吾か安田、えー、8番キャッチャー、でして9番ショート、えー、チャタニオア、重すぎと。いうところで、まあ、石川信号を個人的に使いたいんで、まあ、山口と平王というかその、どっちかにしてますけど、まあ、た山口もね、1年見たいっていうのもあって、ただ山口と石川信号はセンターできないんで、さすがに。 そうなってくると、まあ、岡がスタメンレギュラーだとして、同義ももうセンター守らせるのは怖いんで、うん、どうするかなってとこなんですけど、まあ、山口と石川慎吾このあたりをどううまく使っていくかっていうところになってくるとは、思います。はい。というか、なんならもう山、山口孝樹、もう孝樹も、もなんならサードの練習もしてもいいんじゃないかなって思うぐらいです、僕は。 ファーストをね、やって内野の経験もあるってことなんで、まあ、ね、対角戦違いますけど、まあ、サードの練習してサードのレギュラーっていうのもありかな。そしたら石川慎吾も使えますし、ね。まあ、ということで、ま、あ、個人的には高部、藤原、安田、この辺りが、またこうしろこの辺りが倒落戦上になってくるのかなと、そろそろ。で、まあ、優先度で言うと、ま、あ、まあ、山口幸樹はね、あれですけど、 うん最近の感じ見ると、和田幸四郎の方が、藤原安田とかよりも、ポジションは違えど、優先度は高くなってくるんじゃないかな、というふうにね、ルーキーも入ってきてますし。なので、その辺がどうね、まあ、変わっていくかですけど、まあ、石川慎吾もね、守備力に何があるっていうのもちょっとあるんで、まあ、なかなか、スタメンでフルで使うっていうのは難しいかもしれないですけど、まあ、そういった中で、まあ、4番、5番、そして6番にこう、岡を置くっていうね、 えー、岡広美で、パッ、もうミラクル岡広美、ね。ということで、まあ、この打線を組んで、なんとか来年ね、えー、攻撃力をアップして、相手も入りましたし、えー、戦っていってほしいなというふうに思います。というわけで、外獲得。あとはもう、ポランコ残留。もうこれにつきます。ちょっとね、ピッチャーはね、もうあの、ペルドモはちょっともう、メジャー企画が欲しいのかな。 なんでちょっともう外国人投手と二人取ってきたんで、ちょっとペルドもちょっともう資金的には諦めてる感があるので、もうポランコ、ポランコ一本、あとは、ポランコを、ね、残留引き止めて、えー、ね、マーティン・レアードのように、ね、ポランコ外と、右左の大砲ということで、マリンズの打線をね、引っ張っていってほしいなというふうに思います。というわけで、皆さん、どんな来シーズンの未来が見てますかというわけで、以上、トランキーラスプでした。プレし